レトルトと申します。怪物のような女の子との恋愛ゲームデターミナルアンステーブル実況プレイ続きからやってみたいと思います。まあ、前回はね森の中にいる女の子にもう二度と来るなと、言ったんですが、それでね俺もう忘れたんだよね。忘れたらまあそのままゲームオーバー直行だったので、やっぱ危険を顧みず、物語の主人公になるためにまた会いに行きましょうか。ここまで知った上で忘れるという方が無理がある。まあ忘れるな、忘れるとは言ってないよ。それあんな強烈な体験はね忘れられませんけど、もう行っちゃダメだけどね。彼女の示した敵意が脅しであって危害を加えることが本質ではなかった以上、今回の接触を経て彼女とコンタクトを図る危険性はむしろ減ったようにすら思える。いやいやいや、お前あんだけ忠告したのに来るということは殺していいってことじゃな、みたいな感じになるよ普通。よく見るよそういう展開。もちろん危機感を投げ捨てて楽観できるほどではないが、さっき家を出て森に向かってる間に比べて恐怖心は小さくなっている。また明日あの森に行ってみよう。なんかもう色化というか、サキュバスの色化になんかもう見入られてんじゃないのお前。魅了状態じゃないの。はいコンプラー、また来たのか。しつこいやつだな。意外と嫌われてないね。避けられて姿を見せてくれないのではなとも思ったが、再度森を訪ねると彼女はまたしてもあっさりと見つかった。今度は初めから威嚇するように、体を変化させることも襲ってくる素振りも見せてこないようだ。もう諦めたんだな。追い払ってもまた来ると予想した。私も少し考えたいことがある。ここに来たこと、私のこと、私から聞くこと、誰にも話さないと約束するなら話をしてやる。お、なんこの子のことを聞けるのか。だが約束しないなら今度はただでは返さない。命は惜しいだろ。惜しいっす。約束できない。わがままだなお前。するよ。よし、いいだろう。おー、話せる、ついに。コンプラレトルト君もこれ忙しかったな今この。うん、改めて見るとやはり不思議な作りをした体だ。ベースは人間の女性のようだが服を着ていないので目のやり場に困る。お前それ、お前それがちょっとさ、また見たくて来てるんだろお前ね、中学生みたいに、男子中学生的な考えだろお前。服？そうか、普通の人間は服を着て人と話すんだったな。もう逆に着てほしいね俺からすると。編集がめんどくさいので。我慢してくれ、また考えておく。じゃあもう一回話そう。なんでここに来た。以前迷い込んだ経路を伝える。違う、繰り返しここに来る理由だ。わかりません。なんか魅了されてるのかもしれません。目的があるわけではないのか。話そう。ここの辺りはどう見られている。どんな噂が流れている。町の人間がどう思ってるかとかは知らないんだねこの子は。この子の名前もまだないもんね。階段のようなものは聞きました。そうか、もうここを恐れている人間も多くはないのかもな。長生きなのか。話す。世間に私のようなものは他にいるか。いません。一般的にいると聞いたことはない。そうか。じゃあ質問、あなたの名前は何ですか。お見合いみたいになってきたね。名前、フィア。そう呼べ。フィア、多分私の名前だ。もともと人間だったりしたのかな。はい、何者ですか。さあ、少なくとも普通の人間ではないね。そうですね。おお、ふとあくびが出そうになり時計を見る。話は興味深いがあまり長いすると明日に響きそうだ。人は夜は寝るものなのだろ。帰れ、またここに来れば続きを話そう。おー、終わった。なるほどね。そのちょっとずつしかお話は聞けないんだね。言われた通り今日は帰って休もう。翌日、仕事が片付いて一息つく。さて今日はどうしようか。いや行くんだろ、もう行くしかねえんだろ。あ、あ、どうしたどうしたどうした、来てくれた。ありがたいね。逆にありがたいよこれ、隠してくれた。そのスカートのパッて上げたらもう地味猛量おるんやろな。
本当にまた来たか。楽なやつだな。楽じゃねえ。変なやつだな。俺、編集が楽だっていう気持ちがさ、助かったって気持ちが、セリフに出てしまった。変なやつだな。ヒアはシンクのドレスに身を包み、緑の背景の中では、より強い存在感を放っていた。ちょっとがっかりしてんだろうな、主人公。俺はまあ嬉しいけど、多分主人公がっかりしてますね、これ。服について。普通人間は服を着ているのだろ？多少可変の肉質を隠せるように服を見繕ってみた。おー、どう見繕ったのこれ。作ったわけじゃないだろ、絶対。誰かが、誰かを襲ってその服奪ったのでは。不格好かもしれないが、これでお前も少しは話に集中できるだろ？このフィアちゃんもきっとね、つまんないんだろうね。その人と話したりすることもないから、ちょっとした好奇心は持ってくれてんのかも。先日に比べて喋り方も流暢になってるような気がする。ん？私の話し方はおかしいだろうか。先日の会話で言葉遣いが拙いことは自分でも感じていた。今日は人間に関しての知識をつけるため本を読み漁っていたんだが、ついでに自分の言葉遣いも改善させてみようと思ったんだ。もう、俺のためにものすごく頑張ってくれてるように感じるよ、これ。私が唯一言葉を聞き慣れている博士の口調と似ているものだから、とりあえず文章の口調を真似ている。博士の研究によってこうなっちゃったのかな。まだ話し慣れていないし、人間の常識もよく分かっていないから、お前からしたら違和感があるのかもしれないが、現状の私にできる精一杯の改善のつもりだ。ありがとう。あ、セーブ来たー。ありがてー。で、質問だね。家族や仲間。少なくとも今は一人だ。昔はいた。昔は私が博士と呼んでいた人物がいたが、博士悪いんじゃないの？それかおじいちゃんが博士だったりとかもするかもね。博士とは、博士太郎ではないでしょ、これ。私に仕事を与えていたものだ。ほう。詳しいことは知らないが、気がついたら私はあの人の元にいた。博士は？不意にいなくなってしまった。知っていることはほとんどないし、もうかなりの年月が経っている。だから私は今誰の指示も仰げずにいて、そして自分で動く必要があると判断するに至ったんだ。あ、もしかしてこのフィアちゃんは指示を与えてほしいのかな？誰かの命令みたいなの。それがな、存在意義みたいなところがあるのかもしんない。主人公やるな。もしかしたらすごいものが手に入るかもしれないぞ、お前。話す。お前から見て、私は何に見える？ちょっと待って。これは良くないよね。見当もつきません。見当もつかないか。だからこそ、お前の好奇心が、ここにたびたび来る理由ということか。そう、想像もつきませんよ、あなた。ふとあくびが出そうになり、時計を見る。話は興味深いが、あまり長いすると明日に響きそうだ。もう眠いようだな。今日はもう帰って、また日を改めるといい。完全に話すことはできないんだね。言われた通り、今日は帰って休もう。この家に来ることもあんのかね、フィアちゃん。翌日、仕事が片付いて一息つく。ゲーム実況終わったのかな？さて、今日はどうしようか。もう、いや、これは関わるしかないよ、もう。あら、飽きもせず来るのだな。何かを企んでるようでもなさそうだし、わからんやつだ。じゃあ、ちょっとセーブはさせてもらって、やっぱ質問をしたいよね。ここで何してんのか、なぜここにずっといるのか。ある場所に部外者を近づけないようにしている。あ、住んでる場所とか研究施設があるんじゃない、博士の。それが私に与えられた仕事だ。博士が危ない研究してて、それのボディーガードのためにこのフィアちゃんが生まれたんだ、産んだというか研究で作られて、でその部外者を排除するように、まあパトロールしてるっていう感じだ。でそれが最後の命令なんだね。そんな感じじゃないかな。じゃあいつから？正確には覚えていない。だが、とても長いこと、ここにいる気はする。質問。なんで話をする気になってくれたの？対話を拒む理由がおぼろげになったと気がついた。そして、自分で物事を考えるということを学ぶべきだと判断したからだ。
意外と自分の意思はあるんだな。質問は終わっちゃいましたね。じゃあ話しましょう。お前はどこに住んでいるんだ？近くの町か？近くの町に比較的最近引っ越してきたことを伝える。なるほど。ではお前がここらの話を知らないのはそれが原因という可能性もあるか。しかし忠告する者も止める者もいなかったなら、やはり人間はここを恐れなくなっているのだろうな。昔はものすごくこの森は入っちゃいけない場所だったんだね。話す。お前家族や知り合いは多いのか？ちょっとなんかいろいろ聞かれてる感じがしてちょっと怖いね。一族根絶やしにされる可能性もあるわけだから、俺はまだ完全に信用しきってはいないよ。知人に詮索などされてるんじゃないのか？最近町に越してきて今は一人暮らしだ。生活が安定してきたばかりでプライベートで親しい知人もほとんどいない。ふむ、それが本当なら黙秘に関する私との約束に関しては少しは信憑性を帯びるか。約束を保護にしている様子はないし信じていないわけではないが、人間が約束を破るのは故意や悪意だけではないのだろう。もう故意や悪意、情報が漏れる可能性は低いに越したことはない。お前との問答を加味していろいろと考えたが、外の世界では私が守っている場所を見る目がもう昔とはだいぶ違うらしい。お前みたいに私を怖がらなくなる輩がいる以上、遅かれ早かれ今までの方法で与えられた仕事を続けることはできなくなるだろう。いや、君がいたら普通逃げ出すけどね。この主人公のレトルト君がもう頭がおかしいんですよね。これネジ一本ぶっ飛んでるんですよ。これ俺だったらもうね、カーテンシャッてしてるから。いずれここにもお前以外の人がやってきて、化け物である私は最終的にはここを追われるか殺されるか。だが博士がいない今、そうなるまで自分がこの仕事を続ける必要もないはずだ。ああ、もう守る必要はないと思い出してる。私はおそらく自由になっても良いのだ。ちゃんと考えられるんだな。ならば今までとは別の生き方が必要だ。ここにいてはできることも限りがあるし、具体的な目的や願望を見つけることも難しいだろう。お、俺んち来いよ。世界を知り自分を見つめるために近々ここを離れようと思っている。行くあてはあるのだろうか。あるわけないだろ。ちょっと頭の中読まれてない？若干ちゃんと口に走ってんのこいつ。身を隠しつつ手探りで外の世界のことを学んで生きる術を身につけるしかない。もっと事前情報が欲しいところだが、研究所にある本は偏りがあるし、世間についてここでお前に延々と教えてもらうわけにもいくまい。やっぱ研究所を守ってんだね、これ。無謀だとは思うが、他に道はない。よし、達者で。うちに来ることを提案。自分の家を仮の住居として提案する。本屋をやっていた祖父から引き継いだ家には多くの本棚があり、知識を広げるにはいい環境だろう。本屋だったんだね。ってことは、この博士と祖父は違うかな。それは私としては助かるが、私を罠にかけて捕らえようなどと企んでないだろうな。不用意に騒ぎを起こしたいとは思わないが、敵意を前にしておとなしくしてるつもりはないぞ。そうなれば怪我人どころか死人が出ることを覚悟しろ。それにそうでないとしてもリスクが高いのは分かっているはずだ。まあこんなんかくまってたのがバレたらね、村からなんて言われるかっていうか。私が故意に迷惑をかけるつもりがなかったとしても面倒ごと起こす可能性は低くはないだろう。考えなしなのか、それともお前にとってそれだけの価値がある行為なのか。フィアに興味がある。独学で世間を学ぶ方がリスキーだ。興味があるんです、あなたに。なるほど、好奇心というのは危機感を鈍らせるものだったな。ま、私自身自分の生態や出生に関してわからないことは多い。私をお前の視点から観測することでお互いにとって興味深いことがわかるかもしれないし、利害は一致するか。了承しよう。しばらく厄介にならせてもらおう。まさかね、初め出会った時はこんな一緒にね同棲するような関係になるとは思わなかったけどね。この主人公ナンパうまいね。それで今からでいいのか。分かってると思うが、極力人目につかない道を使ってくれ。お互いのためにな。
おー、連れ帰った。人目を避けて自宅に向かった。人目を避けて。来たー。ここがお前の住居か。そこそこ大きな家だな。カーテン、今こそカーテン閉めるべきだよ、あなた。少々古いが、それなりに大きく、ベッドルームも一つ余っている。そこで寝泊まりしてもらえばいいだろう。ここでおとなしく本を読んでおけば、迷惑がかからないというわけか。了解した。本棚の多いリビングと書斎を案内する。ほう、この家にある本だけでもかなりの数だな。まず本を読む最中、わからない単語を調べるための辞書がどこにあるか教えてくれるか。こいつできるやつだね、マジで。知能がかなり、俺より高い、すでに。ね、わかんないことあったらもう諦めるものね、俺。お前たちが普通は知っている知識を私はそう多く知らないからな。あと、文法を学べる本もあるだろうか。博士の口調と研究所にあった文章を真似ているだけで、まだ言語そのものに関する知識も浅い。基礎をしっかり学んでおきたい。辞書と文法の本を本棚から抜き取り渡す。感謝する。ここの本は自由に読んで構わないんだな。なるべく迷惑がかからないように努めるつもりだが、何かわからないことがあったら頼らせてもらう。ともあれ、今日はもう夜も遅い。自分は明日に備えてそろそろ就寝しよう。カーテンも閉めとけ。わかった。私はしばらく本に目を通してから休ませてもらおう。どっかでバレたりすんのかな？この関係がさ。そうなった時にどうなるかだよね。翌日リビングに出ると、すでにソファーで本をめくってるフィアの姿があった。お！やあ、おはよう。お前は仕事があるんだったか？すぐに出るのか？店は家から近いので、さほど慌ただしい毎日ではない。本屋やってんのかな？そうか。では仕事のある日でも、必ずしもずっと家を開けるというわけではないのだな。毎朝ゆっくり朝食をとってから出かける余裕もあるし、昼に家に戻ってくることもできる。そういえば、ヒアは食事は人間と同じもので構わないのだろうか。食事は気になるね。ああ、食事か。そうだな。人間の食事にも興味あるし、一日一食だけお前と同じものを用意してもらっても構わないか？一食だけでいいのだろうか。光合成とかなのかな、普段は。少し前に食いだめてきたから当分は最小限でも大丈夫。何を食いだめたんですかね。もともと他の生き物より燃費がいいんだ。では夕食だけ彼女の分も用意するとしようか。食事シーンとかあるかね。ところで食事といえばこの家には調味料はあるだろうか。基本的なものなら揃っているが何かに使うのだろうか。私は顔についている口には、味覚はあるが腹についている口には味覚がなくてな。あったね、腹に口。今まで食事は腹についている口で食べてたんだ。こっちの方が大きくて便利だし、食べるものもそこら辺の植物や動物を生で飲み込んでいたものだから味はわからない方が都合が良くてな。雑食なんだね。なので味覚というものがいまいち分かっていないんだ。上のお口はもう使ってないんだね。喋る以外に。調理された食事を食べる前に味覚の基準になるようなものを口にしたいと思ったんだが、少し試させてもらっても構わないか。なんか頭のいい赤ん坊みたいな感じだね。なるほど。台所から調味料の小瓶を一通り取ってきて並べる。これがしょっぱいだよとかさ。おお、ありがとう。まずこれは砂糖か。じゃあ味見を。実はもうグルメだったりね、頭の中というか味覚が鋭かったりするかもしれない。小さじ一杯の砂糖を口に放り込んで味わうように目を閉じている。うん、これが甘い。あ、目に星がある。かわいい。あら、かわいいな。花になってる。なるほど。確かにこの味覚を好む人が多いというのはうなずける。それも本で勉強したのかな。そしてこの味を好ましいと思う感覚を美味しいという言葉で表現するんだな。なんか可愛く見えてきたな。この服を着てるからかな。ん、いい。では次に塩だな。砂糖と同じく、小さじに塩をすくい、止める間もなく口に入れてしまった。ちょっとしょっぱいよ。あ、悪い。水をもらえないか。コップに水を入れて渡す。うえ、しょっぱいというのは思ったより刺激が強いな。塩は料理に少量使うもので、小さじ一杯口に入れたりはしないと説明する。そうか。これでも
少なめに救ったつもりだったんだが、舐める程度が適切だったか。まあさておき次に行こう。酸っぱいとか？あ、辛いか。これが唐辛子か。これも少しの方がいいのだろうか。好きそうだけどね、なんか色合い的に。乾燥した唐辛子を爪の先ほどの大きさにちぎって渡す。このぐらいでちょうどいいだろう。ありがとう。聞かなかったら一つ丸ごと食べていたところだ。ふむ、これが辛いというやつか。確かに口の中が熱くなったような刺激を感じる。辛いという感覚は味覚ではなく痛覚によるものと聞いていたから少し身構えたが、少なくとも少量ならさほど不快なものではないな。まあ、辛いものね、ちょっと俺も七味かけるぐらいだったら好きですしね。ピリ辛ぐらいはやっぱいいよね。材料との組み合わせと適量か否かで料理としての、辛いも感じ方が変わるのだろう。次はこの液体が酢か。酸っぱい来たね。形状と香りからして他とは大きく印象が違うな。酸っぱいが一番あんまりなんていうのね、味覚としてそんなにいいものではないというかね。まあなんだろう、レモンの汁とかまあ美味しいけどね。舐めるぐらいでいいだろうか。うん、これが酸っぱい。確かに少量でも顔をしかめたくなるタイプの刺激だ。まあさじ一杯の塩に比べたら可愛いものだが、さてこれで甘み、塩気、酸味、辛味、あとは苦味だったか。苦味だが、苦味を、試す調味料は知らないな。旨味とかないのかな。なんだっけ、あのだしパウダーみたいなね、味の素、一般的にはないのだろうか。コーヒーか。調味料ではないが苦味を代表するのを体験したならコーヒーがある。粉を少量舐めれば苦味の基準にならないこともないだろうと思い、改めて台所から持ってくる。なんかこの生活感いいね。ほう、これがコーヒーの粉か。他の調味料と違って粉でも香りが強いな。うん、とてもいい香りだ。では一つまみ。うむ、なるほど。少量でなおかついい香りがあるが不快ではないが、もし香りのないこの味覚が口いっぱいに広がったら辛そうだな。味覚について大体分かった気がする。ありがとう。バタフライアフェクションの子と違って、すごく学んでいきますね。あと、朝から手間をかけてしまって悪かったな。時間は大丈夫だろうか。気がつけばそろそろ家を出る準備をすべき時間だ。調味料を台所に片付けて支度を始めよう。あ、最後にもう一杯砂糖をもらっていいだろうか。甘いのが好きなんだね。うん、甘い。美味しい。可愛いね。可愛く思えてきた。ギャップってやつでしょうか、これ。あ、なんか髪の毛長くなってない？昨日、あ？ちょっと待って。口調変わってません？あ、お帰りなさい。仕事は終わったんですね。いつもこれぐらいに帰ってくるんでしょうか。もうさっきの武士喋りでもよかったけどね。帰ってくる時間は毎日おおむねこのぐらいだが、それよりフィアの体型が変わってるのが気になる。やっぱなんかちょっと、はい。私の体はある程度自由に変形できるので、今までは人間を怖がらせる目的でしか体を変化させたことはありませんでしたが、人間の社会に馴染んだりするための変形も練習してみようかと。それに口調もまた変わってるようだ。ええ、いつかあなた以外の人間と話すこともあるでしょうし、コミュニケーションを図る上で口調は与える印象を大きく影響するらしいじゃないですか。めっちゃ賢くなってるよ。今までの話し方が最善とは思えませんし、並行していろいろ試してみようと思いまして。こういう本来の文法を崩さない口調は世間でも無難とされてる形式なんですよね。基本的な喋り方の方が法則を覚えやすいですし、最初の試みとしては最適かと。おー、素晴らしいね。ちゃんとしだしたね。はい、ということで今回はこれぐらいにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。食事シーンとかもあるのかね。ちょっとこれ変わってきたね。まあ、この後どんな生活が待ってるかわかりませんが、なんだろう、前回は見た目がどんどん成長してったけど、今回は中身も含めて、このフィアちゃんは成長していくんじゃないかなって感じです。もう十分可愛く思えるもんね。あの手とか、あの上半身だけ見ればね。まあ、前回のね、目の怖さは慣れてきたので。はい、ということで今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回どうなるかちょっと楽しみです。フィアちゃんの成長をお楽しみください。